れ様です。お疲れ様です。はい、皆さん、今日先ほどね、罪と罰を劇ズーム劇場を終えたところなんですけど、皆さんいかがでしたか？まなかあいかです。まなかあいかです。お疲れ様です。今日めちゃくちゃね、目が乾くんだ。なんでだろう、なんででしょう。なんででしょう。ちょっと10秒ください。私に コンタクトが裏表逆なのかもしれない。まあそんなことはさておき、皆さんいかがでしたか？そう、最近もあれ、なんかあの目がめちゃくちゃ腫れてパンパンにバーンって、もう二重がおかしかったんですよ。おかしいままズーム劇場やってでも今日は治る、まあ、昨日も治ってたかな、今日も治って元気でございます。皆さんいかがでしたか？でも明日があれなんですよ、千秋楽といって最後なんです。前髪かわいそう、前髪切ったんですよ最近。でもちょっと失敗したんですよ私、前髪切るの絶賛下手くそなんですよ。てか前髪いじる系が苦手で、もともと前髪いじっちゃいけない系女子なんですけど、またおかしくなっちゃって、なんかもう無知、前髪は無知すぎる。最近の悩みは鼻がかゆいところですかね。明日はどんな結末になるんでしょうか。今のところ誕生日が1で、体重と来てるので、どうなるんですかね、どうなるんでしょうか。あ、そうです、皆さんカミングフレーバー1周記念日でございます。イエーイ、1周年でございますよ。待って、よいしょ、電気つけたね。1周年でございます。皆さん、あっという間だね。早いね。どっから1周年なんだろう、紙触れって。昨日何した日なんですか。昨日 CD が出た日ってことですか。加入何年目、今1年と半年かな。 CD が出た日か、 CD が出た日から1年ということで、まあ、あの日はもうなんかこれ一人で語っちゃっていいのかななんかあるのかな、どうなんだろう。でも一人で語っちゃうと、ひなのが思ったあの最初の日はなんかユニット、最初なんかそのユニットを
やるみたいな。ユニットをやるよみたいなこと言われて、運営の方にえみたいな、何ユニットって。私あんまりだってまだ入って半年とかだったので、なんかえみたいな、どういうことみたいな、ユニットっていう意味が分かんなかった。お、くまちゃんがいる、本当だ、ありがとう。誰だ、くまちゃん、くまちゃんありがとう。これって名前呼んでいいんですかね。まだかわいい、ありがとね。よし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 、すごいあれですね、夏用のくまちゃん。あ、まだ名前呼びはダメっぽい。そうなんですね、ありがとうございます。ネイル変えました。今日は、今年の夏はやっぱり今地味じゃないですか、世間が活発じゃなくてね。だから私だけでも派手に行こうと私だけでも派手に行こうと思いピンクにしました。そう、え、待って、くまちゃんまた増えてる、ありがとう。誰だ、ちょっと待ってね、ありがとうございます。ありがとう、2匹も、よちよちよち、ありがとうございます。くまちゃんいるよ、今のとこにも。くまちゃん、くまちゃんです。実際私くまが似合わないタイプなんですよくまちゃん、そう、この子の重さは 3081g です。 3081g だよね。はーい、はい、で、そう、何が言いたいかっていうと、何の話してました。そう、1周年、神フレ1周年を初めて聞いた時は、あのあれなんですよ、ユニットっていう意味が私には分かんなくて、だからえって思って、その入った半年で私も本当にアイドル無知だったので、えみたいな感じだったんですけど、したらこういうね若手のグループができ、でもまあなんかそういうグループも、グループ名とかよく出るんですよね、なんか。そうだから、なんか一時みたいな感じかなみたいな、 PV をそれでなんか作れる、 PV に私たちが出れるっていうのがまず奇跡じゃないですか、入って半年の私たちが、そのチームのメンバーでもないのに。そうだから、なんかわーすごいみたいな、こんな感じなんだ PV ってみたいな感じだったんですよ。そう、そしたらなんか神フレでね、今思えばいろんな活動をし、それでいろんなことをね本当にやって、本当にありがたいですね。そうです、皆さん、8月からかわいいプラスという冠番組冠番組が始まりますので、皆さんぜひ、あれご覧いただけると嬉しいので、ぜひ見てください。私はお気に入りのものだったりとか、ペットとか、あと女子力をねアピールしてるので、ぜひぜひ見てくださると嬉しいです。はい、よろしくお願いします。
CM 見ました？やった。 CM は私はまだ見てない。今のなんか最近友達から、その普通の地元の友達からなんか普通にテレビつけながら寝転んでたら、なんかひなのの声聞こえるなと思ってテレビ見たらあの君 SKE は君と歌いたい、 SKE48 は君と歌いたいのやつがたまたまやってて、でそれを見てひなの見たよみたいなとかで、またその次の日にはなんかあの CM、 あの罪と罰の CM をまたテレビ見てたら、なんかひなの映ってたみたいなまたいたわみたいな感じで連絡が来て、あすごいたくさん今ね私テレビに映る機会があるんだなと思い嬉しかったです。はい、でも私はそう罪と罰の CM まだ見れてないんですよ。ツイッターとかでは見るけど、ありがたいですね。で皆さん明日は千秋楽ということで最終日なので、皆さんぜひご覧ください。あイエーイイエイイエイ、クマ乗っけときますね。なんか本当はこの子は罪と罰でだと、この子あれミハル、ミハルって名前なんですけど、なんかちょっと気まずくて、みはるだと現実的にやっぱりみはるって呼ぶのはちょっと気まずいので、あれやっぱりいやみはるんじゃなくて、みはるんとかじゃなくて、劇中のみはるはなんかそのやっぱり悲しい、悲しいじゃないですか。それがなんか本当にみはるって感じだとなんかちょっと切ないので、この子には違う名前をつけたいと思います。何がいい？何がいいかな、何がいいと思います？これもらえる？わかんない、もらえないかもとりあえずひなの家にいる間の名前、愛か、愛かもだって誹謗中傷、なんか産婦人科をしたからといってね、まあまあそうね、難しいんですよ本当に。だって良くない誹謗中傷は、でしょ、良くないんです皆さん本当に。じゃあズームから生まれたのでズーちゃん、ズーちゃんにします。そう皆さん今回の見てなんか多分複雑だと思うんですよ、多分私たちのその脱出系じゃないですか今回は、脱出系で、だから私たちをなんか私でもなんかそうやってこれ謎解きしてる側を応援したくなるし、なんかあのなるんですけど、でも結局は悪いことをした人たちじゃないですか。そうだからなんか気まずい、本当に本当に気まずい、やっててやっぱり ね、まあ、そんなこと言ってられないんですけど役なので、だから本当に改めてね、本当に皆さん誹謗中傷はやめましょう。してる方はしてないと思いますけど、皆さんしてないと思いますけど、そうやってね、でもそういう方もいるっていうことをね
やっぱりなんていうんだろう、そういうのこうやっぱ悲しくなりますよね。そうだから今回のがなんか皆さんにね伝わってたらいいなと思います、今回のを通して、うん、そう無自覚でも起こり得る。そうなんですよ、ちょっと言った言葉がもしかしたらそれは相手を傷つけてるかもしれないから、本当にね、これでなんか減ったらいいけど、まあね、そうです。皆さんは最近どうお過ごしですか？SNS はやらないことですね。まあ確かに SNS が悪いとは思わないけど、使い方ですよね、 SNS の。引きこもりです。私は最近はなんかいろいろやらせてもらえる機会がね前より増えて嬉しいんです。だから頑張らなきゃと思うけど、なんか頑張らなきゃって思う思いますけど、やっぱりなんか自分の時間が急になくなるのは大変ですよね。そう、自分のやっぱ時間も大切だなって思いましたけど、全然私は大丈夫です。ありがとう、みんな永遠に暇してる？でも暇ってなんかいいことでもありますよね、それだけ余裕があって時間に。難しいね、本当に。前髪がでもこれでも長いんだよ、切ったのに。なので今ね行きたいところは、どこ行きたいかな。遊園地とか行きたい。遊園地とか行きたいです。久々なんか乗れないけどジェットコースターとか乗りたい。やっぱずっと乗ってないと乗りたくなる。海はもう常に行きたい。そう、雨がね私の気持ちを下げるのよ。絶対そういうの、雨が本当に好きじゃないの。頭痛くなるし、雨降ってるとね、 あれなんか雨だって感じでテンション下がるし、雨がダメ、雨が本当に似合わない人なんです、体に合わない人。なんか時々の雨の、なんか時々の雨の雨の音とかでなんか寝るのとかは好きなんですけど、なんかもう降りすぎてここ最近無理。
雨長いよね。雨が長すぎる。君がいなくなった日々もこのどうしようもない気だるさも心と体が喧嘩して。いや太ったよ絶対最近の悩みだからダイエットしようと思って。すごい音楽流れてた今すごい。ね、疲れも抜けにくい、ほんとそれ。あなたがよかった、たとえどんなに傷ついたとしても。ね、香水見たかった。見てない、でも絶対見ます。別に君を求めてないけど横にいられると思い出す、君のドルチェ&ガバナのその香水のせいだよ。トゥルトゥ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 。なんかそれのね、狩野英孝さんのね替え歌バージョンがあるんですけど、それがねおもろすぎた。君のドルチェ&ガバナのその香水のせいだよ。狩野英孝さんが替え歌してるんです。これはエイトさん、エイト。何もなくても楽しかった頃、かいかい。本当に最近鼻がかゆいんですよ。カラオケ行きたい、めちゃくちゃカラオケ行きたい。カラオケ行きたい人、はーい猫になったんだ。なのあいみょんの裸の心も最近好きなんですよ。なんだっけ、サビが出てこない。なんだっけあとね、裸の心っていう、一体このままいつまで一人で、うん、なんだっけな、思い出すね、待ってね、いやすぐ忘れちゃうんだ。なんだっけ、裸の心が好きなんです最近裸の心が好きなんですけど、それだけお伝えしておきます。本当に聞いてるの本当に聞いてるんだよ。ねえ、お願い、誰かちょうだいちょうだい、すっきりしない。あ、待って待って、この恋が実りますように、少しだけ少しだけそう思わせてみたいなやつ。今私恋をしている、裸の心受け止めて。
のやつです。思い出した、これだ、スッキリ、めっちゃいいのこれ。そう、この恋が実りますように、少しだけ少しだけそう思わせて、抱えてか、この恋が今私が恋をしている、裸の心抱えて。ミノピオこんばんは、こんばんは。あとは最近何ハマってるかないなの、待って待って何ハマってたかな。最近はこの曲も好きだし、あとは、最近ハマってる曲あったけどね。ダダ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 ハグっていう曲も好きです。知ってます？ただラバが溢れるよ今夜、てかラバで満たそうよ今夜。そう、ラップ、ラップも結構聞きます。その一時期ラップバトルがにハマって、そう、からずっとラップは聞きますね。ヒップホップ、ヒップホップ系にもハマってます。今なのが好きなのはミセスさんはもう超好きだよ。ミセスさんのね、あ、はい思い出した、ラッドの、ラッドウィンプスさんの、あの耳めんめめしい、めめしいかなにハマってます。めっちゃいい曲だよ。どんな曲だっけめっちゃいい曲なんです。どんな曲だったかな。そうそう、それそれ、ちょっと待ってね、思い出すから忘れちゃう、すぐ。どんな曲だったかな。サビが出てこない、最初も出てこない、なんなら1曲も1ミリも今出てこない。めっちゃいい曲なの。でも正解が今頭に流れてる。正解じゃないもんね。どんな曲だっけ、え、皆さん手伝って何だったかな、あ、そうそう、なんだっけ、待って、君はなんだっけ、僕を光らせてだっけ、君はなんだっけ、え、待って、なんだっけ、今出てこない。今ね、あれも出てきた、今なスーパークールみたいなやつ、違うね、え、待って、本当に出てこない。サビ、サビください、サビサビサビ、テテンディーなんかじゃないみたいな、キムだと思うんだが出てくる今僕はなんだっけ、え、本当に好きなの本当に好きなんだけど、サビください、サビなんだっけ、あ、え、それなんだっけ、え、それそれそれ、さよなら、そう、それそれそれ、
え、待って、マジで出てこない。ちょっとさ、ちょっとカンニング使います。なんだっけ、え、待って、本当に悔しいんだけど、めちゃくちゃいい曲なのに。ちょっと待ってね、超小音で流す。やばい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 、そう、もうメロディーが出てこないっていう悲劇。あ、そうそうそう、あ、思い出した、思い出しちゃった。なんだっけ、さよならと一緒に、なんだっけ、教えてほしかったよってやつ、あの約束の破り方のみたいな、たらたら愛し方もだけど本当は知りたくないんだ。そう、思い出した。あー、嬉しいさよならと一緒に教えてほしかったよ、あの約束の破り方を、他の誰かの愛し方を、だけど本当は知りたくないんだ。え、本当にいい曲なの、聴いてください。あと何がいいかな、だからヒップホップだとハグと、あと今のが最近好きなのはね、あと今最近あれにもハマってるよ、なんかナルトの主題歌だったんですかね、ゴーって曲です。ゴー、どんな曲だったかな、なんかドリーム、違う、なんだっけな、ドリーマー、ドリーマーみたいな、なんとかなんとかドリーマーみたいな、そう、フローさんのゴーって曲が好き。あ、ファイティングドリーマーズ、そうそう、それです。 We are fighting dreamers ダダ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  fighting dreamers ダダ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 ダ。でもなんか 1A とかそのサビじゃないとか聞くと、あ、アニソンっぽいなって思います。すごいサビが好きです。 We are fighting demon、 あ、そんな前の曲なんだ。 Fighting demon、 あとは何が好きかな、え、マカロニ鉛筆だと、え、なんで知ったんだろう、わかんない、変なのもなんで知ったかわかんないんですけど、なんかアニメはマジで一切見ないんですよ。私が見たことあるのはドラえもんとかちびまる子ちゃん、サザエさん、あとジブリとか、あとディズニー系とか、あと何見てたかな、めちゃモテ委員長とかキラリンレボリューションとかプリキュアとか、なんかたまごっちとか、もう本当にそこら辺のしか見てなかったんですけど、そう、マカロニ鉛筆の、あといいのは最近だと、その前多分ブルーベリーナイツと恋人ごっこは行ったと思うんですけど、私がおすすめなのは、あと、レモンパイ、レモンパイとミュージックってのもおすすめです。こんなこといつまでやってんだって話。ラララララ君に染まりたい、揺れながら少し雑なキスもしよう、あまりに僕ら怖がりで、うん、
そう、明日はお昼にねズーム劇場があるのでぜひ見に来てくださると嬉しいです。でも4000に行ったら終わろうと思います。ヨギボーを使ってるんですけど、あのそのやってる最中はあのあっちに受けてあります。そう、そう、肌の調子はねよきまるって感じ。でも前の方が良かった。あおみさんを通して知ってくわ。本当嬉しい。そう、ひなの結構いろんな音楽聴くので、そう、ひなのがおすすめのヒップホップはハグと、あと最近だとカズマさんの曲とかめっちゃ好き。そう、ひなのこのねアップルミュージックに入ってるんですけど、悔しい。カズマさんとかめっちゃいい。あとサムさんとか、あとなんだっけ、あれ何の曲なんだろう。でも本当にねみんなにいろんなの見せたいのに、ひなののプレイリストを公開したい。自分にとって個性あおみさんの歌、そうです。歌いすぎてね、エイトさんの香水が好きすぎてめちゃくちゃ歌ってます。別に君を求めてないけど、今日誕生日で21歳になりました。おめでとうございます。 Happy birthday to you、 Happy birthday to you、 Happy birthday、ステイディア、名前呼んじゃダメ。ハッピーバースデートゥーユー、おめでとうございます。パチ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 、いい一年になりますように。こんな時期ですがね皆さん、素敵な一年にしましょう。皆さんで皆さんもありがとうございます。お祝いしてくれて、パチ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 。テン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 、最近指パッチンの練習してる。そう、こんな時期だからこそ皆さんで力を合わせて。え、前髪いい感じ？嘘、いい感じなのこれ。なんかすごい私的にはなんか大丈夫そうって感じなんですけど。君のドルチェ&ガバナのその香水のせいやよ。皆さんも私に言い残したことないですか。今日は終わっちゃいます。いいですか。あ、終わっちゃう。バイバイ。だから今日最終的にまとめますと、今日はありがとうございましたということと、明日は千秋楽ということと、あとは明日千秋楽ってことと、はい、あといろんな曲の聴いてねっていうのと、ネイル変えましたっていう話でした。あと1周年紙筆って感じですので、皆さんもぜひ明日お楽しみに。バイバーイ。おやすみなさーい。おやすみ。バイバーイ。みんなもゆっくり休んで休日を楽しんでください。お仕事の方は頑張ってください。あおみも頑張ります。バイバーイ。バイバーイ。じゃあねん。